フランツ・ラインホルト・ク・ジェルマン、フランス・レーンホルト・キエルマンは、スウェーデンの総類学者である。1878年のアドルフ・エリック・ノルデン・ショルドのベガゴの北東航路による航海に参加し、北極海や日本の総類の研究を行った。ベーネルンコの島祖等のブロモで生まれた。ウプサラ大学で学び、1871年から1878年の間、 ウプサラ大学の植物園の研究助手を務めた。スウェーデンの海岸の調査旅行を行い、1872年からスピッツベルゲン島、1875年にノバヤゼムリャ島、シベリア、1876年にフィンマルクの調査旅行を行った。1878年のアドルフ・エリク・ノルデン・ショルドのベガ号の探検公開に植物学者として参加を壊われた。 この公開で、キエルマンは、スウェーデンの新聞、ストックホームズ・ダグブロッドに日記を掲載した。ベガ号の公開による科学的な成果によっていくつかの賞を受賞した。その後も、葬類の研究を続け、ジャパンズ・コフザルジャー、モネグラフィア・ローバー・アルグス・レイクテッド・アクロス・イフォーニア、オーデス・スキャンディネビス・カールター、ガリクソラ、ハンドバック・アイ、 スキャンディネイビアンズ・ハフサルグフローラなどの著作を発表した。1883年からウプサラ大学の院外教授。1899年に植物学の教授となった。1882年にスウェーデン王立科学アカデミーの会員に選ばれた。クジェルムは植物の学名で命名者を示す場合にフランス・レンホルド・キエルマンを示すのに使われる。 ありがとうございます。